山口淳です。令和元年9月27日金曜日です。本日は 令和元年度9月定例会の最終日となります。頑張っていきたいと思います。採決の日なので、すべての議案がこの日どういう結論が出るかっていうのが わかります。まあ、委員会では可決すべきというもので出てるのがほとんどです。ほとんどというか、まあ、全部すべてかですが、本会議で本決まりになることなので、しっかり挑みたいと思います。で、総務文教でも委員会開いておりますので、開会中の委員会報告というものをやります。それで、まあ、また前に立って喋ることになってますんで、またいずれ時期が来たら、ご紹介できるかと思います。それでは、行ってまいります。はい、今日はちょっと曇ってますね。最終日です。頑張ります。 本会議が終了した後ですね、ちょっとなんかゴミ処理検討特別委員会もちょっとあるみたいなんで、それが終わって、まあとりあえず本日終了するいうことになるんかな。はい、まあそんな感じで、とりあえず言っときます。はい、定例会、9月定例会終了いたしました。すべて、採決で可決されました。はい、本日は9時から、生放送をする予定であります。9時よりも前に、この動画出してると思いますんで、この後ですね、9時から、夜の9時から、9月の27日ね、9月の27日の夜の9時から、令和元年度9月定例会の、おさらい生放送します。ぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ろれつが回らない。